はい、禰豆子のコスプレが浴衣になってて着方わかんない人ももしかしたらいるかもしれないということで、今回はこのコスプレの着るところも YouTube にしちゃいたいと思います。これは水着です。まずはこのピンク色の本体から羽織っていくよ。ここに紐があります。反対側にして結んじゃうと死んだ人の結び方になってしまうので、皆さん気をつけましょう、ね、浴衣着るときとかもそうなので、神社にこのままいてね、なんか巫女さんやっててもおかしくなさそうな雰囲気出てるんじゃないの。はい、このオーソドックスのベースが出来上がりましたら、次は帯に取り掛かります。帯は私が買ったやつはこちら、マジックテープ製だね。できたら、はい、で帯ができたらこの紐、黄色い紐が2本届いてきたんだけど、半分の部分で引っ掛けて、紐をつなぎます。でここを後ろにしたら紐が出てくるので、画像のね、漫画の禰豆子ちゃんと同じようにここを結ぶんですけど、1本だとボリュームが足りないので、はい、2本締めます。でここの余った部分はここ後ろ側に持ってきて紐にねじ込めます。こんな感じで上にまた上着を着てね、ここは見えなくなるので、上着を着たら帯を中にしまいましょう。こんな感じで浴衣と同じく脇が出る燃え隙間である、これがこっちも同じように通します。でそしたらこのレッグウォーマーをねつけていきます。でここにピンク色の紐を巻いていくよ。ここまでできたら最後に竹を装着しちゃいたいと思います。結構取りやすいんだよね。でかぶさ出してこの辺から紐を出す感じ、髪の毛の隙間を縫って紐を通してます。で後ろでねリボン固く結ぶっていう。そうヘアピンで留めるだけだとね結構簡易的で、多分喋ってたら折れそうで怖いんで、ここ片結びでいいと思います。リボンはここと、あと後ろにね一応つけてます。完成でございます。というわけで、かまど禰豆子改めマーチリンでした。イエーイ。この動画がいいと思った方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。みんなもコスプレやってみよう。